はい、こんにちは、関和です。エバーグリーンブースビートゥルーのコーナーでございます。ビートゥルーというのはね、まあ、おかっぱりのそのグッズとかね、ウェアのアイテムを皆さんにより一歩こう上に登ってもらおうという気持ちで立ち上げたブランドです。その中で2018年ビートゥルーの新製品として皆様にご紹介したいのがこのおかっぱりバッグです。名前がねあるんですけれども、バンクスタイルヒップバッグといって、まあ文字の通り、言葉の通り、おかっぱりに使いたいバッグです。まあ僕はね、おかっぱりをもう十何年以上やらして、もう15年以上やらせてもらってる中で、やっぱりいろいろなおかっぱりバッグがあって使ってきました。その中で使いやすい、もっとこうやったら使いやすいのになというものとか、あとはこれはいらないだろうっていうものを排除したいなという、そういう集大成で作り上げた、まあ僕いわゆる僕のおかっぱり集大成バッグをいよいよデビューすることができたというわけです。まあ、特徴的には何点かあるんですけれども、まあ、一番の特徴を何点か紹介します。まず一つが、バッグの底部分、底部分にメッシュな生地というかね、網を張りました。これはなぜこういうことになったかというと、皆さんも大体ご想像できると思います。湿気対策ね、まあ、使ったルアーとかワームっていうものはやっぱり濡れてるものをバッグに入れる、もしくは雨の日ね、ボックスを開けるとびしょびしょになったものをしまう、もしくはまあ使ってく雨の日とかね、開けてしまうと水が入ってしまうっていうのを、皆さんなかなかこれを放置してしまう方がいます。まあ、車の中に入れてそのまんまとか忘れてやってしまう時にも、ここにメッシュの網部分を入れることによって湿気対策を大幅に解消することができると。これすごい機能だと思います。そしてもう一つの、もう一押しなパーツがあります。それはじゃじゃーん、ここ開けます、バン、フラップ状にこう開く、なんだよ物が入んないじゃないかと思われるんですが、実はここは物を入れるとかものではなくて、ルアーを引っ掛ける部分なんですね。これを何を意味するかというと、ルアーチェンジした時にボックスから新しいルアーを出して口に加えたり、どっかに置いたり、そして取り替えるルアーをどっか置いたり、ボックスの上置いたり、口に加えたりとかいう、その時の動作を一気に解消してくれます。ストレスフリーにルアーをチェンジしてくれる。どういうことかというと、チェンジしたいルアーを一度ここに置いておいて、新しいルアーをつけて投げる、その間ここには待機していただいて、また新たにこのルアーを使いたいなと思った時にすぐにこうチェンジができるという、これも本当にレスポンスアップすることによって、おかっぱりがバスボート感覚に使えるようなシステムを作り上げました。まあ、フライなんかによくあるでしょ、ここに綿みたいなね、ベストのあれがフライかけてるのは乾かす用途であったり、まあ、ルアーを1回ねチェンジしたい、フライをチェンジしたいっていうのにこれかけてるね、あのアイテムなんですけど、それをおかっぱりバッグにも持ってきたというような、ここが一番一押しです。その他にね、たくさんいろいろなこう、もうおかっぱりでそうそうイメージは出なかったけど、使ってみると気づくというような隠れアイテムな部分がいっぱい凝縮されたバッグをやっと僕の意思で作ることができたので、ぜひ皆さん期待してこのバッグを持って、レスポンスよくおかっぱりを楽しんでください。よろしく。